ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。おさむです。本日ご紹介するのはこちら、フランスのヴィンテージモールスキン、オーバーオールになります。ちょっとね、名称の呼び方変だったかもしれないんですけど、モールスキンのオーバーオールですね。別動画でジャケットとか、パンツなんかのちょっと紹介もしつつ、今回の入荷で僕の結構熱量的に、高いこのオーバーオール、ヴィンテージのオーバーオール紹介したいなということで、今カメラ回してる次第です。はい。ブラウニーだと、ドイツ、フランス、時々イタリア、ワーク系の1970年、80年、まあそれよりもちょっと後のものも含めて、ユーズドのね、オーバーオール非常に評判いいんですが、ついに今回はですね、もうヴィンテージまで手出したぞということで、この後の本編で、しっかりね、お話ししたいなと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあいつものように始めていきたいと思います。今回ですね、2着、オーバーオール仕入れたんですけど、今ねこちらにちょっとね、あの吊るしだと地面ついちゃうんでかけてあるんですけど、これと、今僕が着てる、あ、はい、これと僕が今着てるこちらの2種類とも、これ、モールスキンですね。フランスのモールスキン、もう風合い、経年変化の表情も非常にいいものを、仕入れました。で、こちらのブランドがですね、モンサンミッシェル、はい、聞き覚えのある方も多いかもしれません。フランスのブルターニュ地方で、ワークウェアの、まあ、ブランドというかメーカーとして1913年に、立ち上げられております。その後ですね、1918年に祖父母、おばあちゃんなのかな、ちょっと、ね、こう見切ってもらえればあのいいかもしれないですけど、あの一番最初のスタートは大体その1913年、18年にテキスタイルカンパニーとしてスタートして、今既存もうフランスのね、老舗のブランドとして活躍されてますけども、まあそういった歴史のあるですね、こちらの、オーバーオールですね。まあ、何が特徴かっていうと、まあ、金具の部分ですとか、あとボタン、どちらもそうなんですけど、あとプラスチックボタンではなくて金具の、はい、こういったボタンになってます。こちらですね、はい、金具ボタン使われてます。あとですね、ここの映るかな、こういったね、金具の部分にもですね、モンサンミッシェルのこのロゴと、はい、イニシャルが入ったような、こういった手の込んだ作り具合、あとは、ブランドタグも内側に残っております。はい、ですね。ヒップポケットなんかこうね、ジッパーになってますね、こちらは。はい、でサイズ感は、僕が今着用してるのもこちらもだいたいこうぐるりで80センチちょっとぐらいなので、でレングスもそんなに長くないです。正直どうかな、160センチない、女性の方、まあ一般的な身長と言っていいのかな、女の子から、僕173センチなんですけども、このショルダーのね、紐ギュンギュンに伸ばしちゃえば一応履けます。ちょっとね、
レングス寸足らずなんですけど、ブーツとかね、ちょっとボリュームのある靴と合わせていただけると、これなかなか素敵で、はい。で、コートだったり、春先はね、カーディガン。はい。まあ、この冬で言っても、やっぱりニットカーディガンだったり、キルティングのジャケット、コートなんかと組み合わせて着たいなと思っております。とにかくね、このモールスキンっていうのは肌触り、着心地がすごくこう気持ちよくて、まあ、デニムのような硬さはこのもう馴染んだものに関してはないので、洗っていただいても着用感的に言うとね、本当にモグラの皮なんていう日本名がついてるぐらい、まあなんかそのホワ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 って表現でいいのかな、あの履き心地がねすごく柔らかくて、大好きな素材ですね。モールスキンね、1本目今回ちょっと急遽2本目撮りたくなって今、お話ししてますけど、こちらですね、オンラインストアの方にもこの動画アップした際に、まあ、載ってるか、すぐに載せられると思いますけども、ぜひ、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。あとですね、今僕がこの着用してるこっちの側は、このモデルは、この後動画回してまして、この今僕イールプロダクツのね、このヘンリーのシャツ、チャコールヘンリーってアイテムと、着たこちらと、あともうワンパターン、ちょっと上に羽織ったような、そんな動画も撮影してますので、この後見ていただければと思います。それでは、本日もご視聴ご覧いただきありがとうございました。では引き続きお楽しみください。それではまた。